さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はとっても可愛いフルーツネイルを作っていきたいと思います。では始めていきます。ではまずはじめにグレープフルーツを作っていきます。ではこちらの色を塗っていきます。まずはじめに丸い感じに塗っていきます。はい、では一旦ライトに入れます。はい、では次に2回目二度塗りしていきます。はい、ではこのまま白のジェルを塗っていきます。では中心をちょっとつけていきます。ではこの中心に向かって線を引いていきます。はい、では一旦ライトに入れていきます。はい、では次に白いジェルで中心から線をもうちょっとはっきり描いていきます。この間にも線を引いていきます。で、ここの角もちょっと丸みをつけていきます。はい、ではライトに入れていきたいと思います。では次に黄色のジェルで皮の部分を描いていきます。ではライトに入れていきます。はい、ではこちらを一旦トップコートで仕上げていきます。
糸に入れていきます。はい、ではこちらの上に硬いハードジェルでぷっくりさせて立体的にしていきます。では乗せていきます。くっつかないように1個開けて乗せていきます。ライトに1回入れていきます。はい、ではここの間にもぷっくりさせていきます。ポイントはこの辺を結構高めにぷっくりさせていきます。ライトに入れていきます。はい、こちらで完成になります。このぷっくり感がとっても可愛いです。立体的ですごい美味しそうなグレープフルーツに仕上がりました。こちら色を変えるとレモンとかライムにもなるので、ぜひ皆さん試してみてください。はい、では次にパイナップルを作っていきたいと思います。ではベースを黄色で塗っていきます。また丸い感じに塗っていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、ではこちらを2回2度塗りしていきます。ではライトに入れていきます。はい、では次にこちらの茶色い色で斜めに線を描いていきます。
では次に緑の色で葉っぱを描いていきます。ライトに入れていきます。はい、ではこちらを一旦トップコートで仕上げていきます。こちらの上に先ほど同様にハードジェルで立体感を出していきたいと思います。ではこんな感じに立体感を出していきます。では一旦ライトに入れていきます。はい、では次にくっつかないように他のところにも置いていきます。ではライトに入れていきます。はい、ではこちらパイナップルの完成です。こちらも立体感があってとっても可愛いです。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。